皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。10月ももうすぐ半ば、今年があと2ヶ月半で終わるというね、あっという間ですね。体感としてはあっという間だったんですけど、中身としてはかなり充実していました。もう1年の振り返りみたいになっちゃってますねまあでも実際ですね、今年は、存在としての公演というコンセプトを掲げて、そこからじゃあ具体的に何するのかっていう準備をしてですね、2月3月と晩餐会の準備をしたり、どういう活動をしようかって考えたりしてですね、4月から現象の晩餐会、そして浄水公演を始めました。で、夏にはですね、ゴミラジオであったり学食であったりという感じで始まったし、まあ、去年から引き継いでいるものでいうと朝礼母会であるとか、15分のべしゃりという感じで個別にお話しする機会であったり、一緒に、ね、晩餐会をしたり、公園で過ごしたり、一緒に勉強したりという感じで、いろんな場作りをですね、オープンだったりクローズドだったりオンラインだったり対面だったりという感じでいろんな場作りをしてきました。そしてそれが毎日毎週毎月という感じでルーティンになっていると、あ、言い忘れたけど、パーフェクトタイムですね、映画鑑賞会も毎月やっていて、いよいよですね、10月は固定メンバーだけじゃなくて一般参加でですね、募集をかけて、少しですねクローズの場から、開かれた場にこう移行し始めているという感じで、とにかくね、今年は毎日毎週毎月のルーティーンの活動みたいなものは充実させてきた1年だったかなと思います。一方でですね、単発のというか季節行事みたいなものもそろそろやっていこうかというところで、8月にはですね、線香花火大会ということで浄水公園の企画の中でですね、桃地浜ですね、シーサイド桃地海浜公園でみんなで花火をしたりとかっていう、まあ、年ごとの行事みたいなものもですね、少しずつ充実させていきたいなと思っているところで、今ね、この時期ですから年末年始ですよね、まあ、いわゆる、12月といえば忘年会、1月といえば新年会というような行事が、まあ、最近どうなんですかね、やらない人とかも増えてるのかな、わかんないですけどもやりますよね。ということで、現象としても忘年会、そして新年会を開催したいなというふうに思ってます。で、まあ、大人になって忘年会新年会っていう時って、まあ、少なくとも僕が経験してきたこれっていうのは飲み会ですね。忘年会という名目で集まって飲む、新年会という名目で集まって飲むっていうのをやってきたかなっていうふうに記憶をたどると思うんですけど、まあ、仲間内でやる分にはねそれでいいのかなと思うんですが、まあ、僕のこの現象の活動みたいにある程度不特定多数のというか、ばらついた人が集まると会話って結構やっぱ難しいんですよね。会話の合う合わないみたいなのってめちゃくちゃ繊細というか、飲み会で適当に出会って適当に深い話ができるかっていうとなかなか難しいところがあるなというのがですね、いろんな人と飲み会をしてみて思ったとこですね。なので、もう僕は今後飲み会は、ちょっと本題からずれますけども、飲み会はですね、もう身内でというか、もうよく知っている人と、まあ、話が合う人前提でですね、その前提の上で集まって飲むとかはしたいですけど、ある程度中身のある話をしないと僕自身
結構ポカーンとしてしまうというか、シラフなので、なんかよくわからないまま終わっちゃうというのがありますから、なんか飲み会が、まあ、単純に酒飲まなくなったから、好きじゃなくなったという、個人的な事情かもしれませんが、飲み会をあんまりやりたくないなと思ってます。そこでですね、現象の忘年会、新年会、何しようかなっていうふうに思ったんですけど、まず忘年会ですね、これはね、ディプロマシーをやります。ディプロマシー忘年会ですね、これ何かっていうと、まあ、アナログのボードゲームなんですけども、ちょっとウィキペディアにある、説明読みますと、ゲームの概略、本作は、7人のプレイヤーが第一次世界大戦前の緊張した関係にあるヨーロッパ列強7カ国をそれぞれ担当し、ヨーロッパの覇権をめぐって争う戦略ボードゲームである。ディプロマシー、かっこ外交という単語が示す通り、ルールそのものはごく単純であって、外交、すなわちプレイヤー同士の取引や同盟がプレイの中核を成している。いかにして他のプレイヤーの助けを得るか、どのタイミングで他のプレイヤーを裏切るかといった駆け引きと策略、外交センスが問われるゲームである。かつてイギリスのゲームズ&パズル誌は、ディプロマシーは今世紀に発売された最も偉大なインドアボードゲームであると賛辞を述べた。ゲームの特徴。本作の最大の特徴は、プレイ要素からサイコロやシャッフルといった一切のランダム性が排除されている点にある。ゲームの勝敗はすべてプレイヤー間の外交交渉及びプレイ戦略に起因する。プレイヤー間の純粋な力量差が勝敗に直結することから、駆け引きと策略、外交センスが問われるゲームと称される理由となっているってことですね。で、このディプロマシーというゲームはですね、いつだっけ、去年だっけ、多分去年ですけども、夏に、いいかねパレットというですね、ハイクオリティ活用した施設ですね、株式会社ブックが運営しているいいかねパレットという施設で、どうせ死ぬ3人のムロさんとかイムさんとかと一緒にですね、あとその他たくさんの方と一緒に十何人かでですね、このディプロマシーやりました。で、めちゃくちゃ楽しかった記憶があってですね、まあ、その辺の様子はですね、概要欄に貼っておきますけども、どうせ死ぬ3人のエピソード、裏切りの人間関係崩壊ゲームディプロマシーという回に、詳しくですね、その感想、やった直後のですね、温度感で話してるエピソードがあるんで、それぜひ聞いていただきたいんですけども、まあ、そういうディプロマシーをやろうかなと思ってますと。まあ、忘年会ですからね、今年1年積み上がった、信頼関係を一度リセットしようと。それぐらいの気持ちでですね、全力で、ディプロマシーをやる会っていうのを忘年会としてやりたいなと思ってます。で、12月は僕東京に行きますんで、また、これは東京開催にしようかなと思ってます。で、新年会ですね、新年会は焚き火をしようかなと思ってますね。この間浄水公園でおしゃべりしてたら、焚き火やったらいいじゃないですかって言われて、そこから焚き火トークになってですね、結構焚き火について話してたらやりたくなってしまったんで、今度ですね、年内かな、ちょっと何回か経験者の方からレクチャーというか、まあ、経験者の方の道具を借りて、経験者の方と一緒にですね、焚き火をするというのをやってですね、少しもう少しどういう感じにやるかっていうのをイメージ固めてからまた詳しく考えたいんですけども、今イメージしてるので言うと、ただ焚き火をして待っているという焚き火版浄水公園みたいなことをやりたいなと思ってますね。自由参加型で、単純に場所と日付とだけ僕はお伝えして、そこで僕は焚き火してると。で、一緒に焚き火したい人、焚き火に混ざりたい人が、自由に立ち寄って、自分のタイミングで来て自分のタイミングで帰るみたいなですね、そういうフリースタイルの、焚き火、フリースタイルの焚き火施設、おかしいね、僕は焚き火している場所があって、そこはフリーで開放してるみたいな感じのやつを
やりたいなと思ってます。こちらはですね、福岡開催にしようかなと思ってます。なので忘年会は東京、新年会は福岡、忘年会はディプロマシーで結構ねがっつり、負荷のかかるコミュニケーションをし、新年会はかなり負荷の低い感じでやっていくというような感じでバランスも取っていきたいなと思ってます。まあ、焚き火の方はね、ちょっとやってみないと、ほとんどちゃんとやったことがないので、一回やってみてですね、詳しくは、お伝えしたいなと思いますけども、基本的にはまあ自由っていう感じになるんで、まあ、日時と場所の案内みたいな感じになるかなと思います。お待ちください。で、忘年会の方はですね、もう実際、日時決まってます。で、まあ、募集要項といいますか、まあ、概要ですね、どういう時間で、まあ、エリアはどこで、どんな感じでやっていくかみたいな話は、次回ですね、詳しくお話ししていけたらいいかなと思ってますんで、もしね、ディプロマシーやってみたいとか、忘年会参加してみたいって、ちょっとね、興味ある方いらっしゃったら、ぜひ次回もお聞きいただけると嬉しいです。本日は以上です。番組のご意見ご感想は、ハッシュタグ、現象のラジオをつけて、X でポストしていただくか、Spotify のコメント欄よりメッセージをいただけると、継続の励みになります。また、現象の活動を応援してくださる方は、概要欄にあるリンクより、現象の LINE 公式アカウントをお友達登録していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。